だ。すごいね。風強すぎて飛ばされそう。飛ばされないようにね。しっかり地面に足をつけて。すごいもんだって、風ボー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 言って。あ、お風呂いいね。こたつもいいね。欲しいこたつ。最強寒波が日本に来てんの？今？だからか。寒波って感じ。寝ていて今起きました。いっぱい寝ることはいいことですね。私も今日何時間寝たかな？ 12 時間は寝たでしょ？からずーっとインスタライブするまでベッドいた。もうわかる？わかんないよね。手がすごい冷たい。寒いから年越しとかそれどころじゃない。いや寒いのもそうだけどさ、なんかやっぱ2020年不思議な1年だったじゃない。なんかどうなっ早いのか長かったのかちょっとよくわかんないよね。もうだって今日30日だよ、12月。不思議だよ。お年玉欲しい。ちょうだい。ちょっとやっぱ目が寝起きみたいな目してない？大丈夫かな？大丈夫そう？明けましておめでとう。早いわ。寒っ。しかし本当に今年の年越しは何しようね。何すんの？あー寒い。家の中にいて手が凍ってるって何？寒いの嫌ですね。みんな嫌です。見て、そういえば髪の毛入れたんだ。いいでしょ。2020年やり残したこと？なんか何やりたかったかもわかんないからないかも。2020年でしょ？2020年。わかんない。1年の目標を立てないからいつも。だから達成したとかもないし、これやっときたかったとか残しちゃったなみたいなこともないな。ありますか？課題やる気出ないので出させてください。課題ってさ、なんでやる気出ないんだろうね。やれって言われれば言われるほどやりたくないよね。頑張れ。来年の目標は立てません。今年よりもいっぱい笑うこと。なんかさ、音楽かけながらさ、インスタライブするとさ、たまにさ、強制退出させられちゃうじゃない？なんか著作権とかなのかな。だから今日無音でやってんだけどさ、無音で一人でやるとちょっと寂しいんだよね。なんかここに毛がついてんだけど、あ、画面についてんだ。あ、
カレンダーありがとうございます。そうだよね、置いとけばよかった。カレンダー今年の、私持ってないな、お母さんにあげちゃった。え、この時間に 3.8 万人の方見てくれてる、一番忙しい時間じゃない？正直それも分かっていたのよ。何をしているの今？お家？これってここに反映されてるコメントって全部じゃないんだろうね。私のところに絵文字しか来ない、ほとんど。なんでなの？どうやってやるの？あ、今からご飯ね。そうだよね。何食べよう、夜ご飯。最近さ、マーラータンにハマりすぎてさ、マーラータンばっかり食べてんだけど、何がいいと思う？夜ご飯。昨日夜ラーメン食べた、結局。ツイッター書いたけど。ウーロンティーとアールグレイの飲み比べしてる。何そのおしゃれなことやっちゃって。昼中の流星、懐かしいよ。僕はあなたにハマってますけどね。へっへっ。これ今リンゴジュース飲んでる。ビーフシチュー？いいね。温まるね、体。香港からのこんばんは。こんばんは。ビーフシチューか、作れないな。厳しい。トントロね。今トントロねって言ったけど、どれがトントロかがちょっと分かんなかった。おでん、おでん、おでん。おでん食べたい。食べてる人知ってんだよな今。おでん食べたくなった。キムチ鍋ね。キムチ鍋ってさ、キムチがメインの鍋ってことだよね。ってことは白菜だらけってこと？でもキムチが入っている限りは、普通のあの鍋といったら白菜みたいな、白菜が入ってないってことなの？ね、お昼っていうか、お昼っていうかおやつっていうかハンバーガー食べた。寒い。顔が一番あったかいもん。あ、お鍋の具材は塩鍋と。塩鍋って何？普通の鍋みたいなこと？だしで作る鍋みたいなの塩鍋っていうの？塩味の鍋？塩ラーメン的なことか。年末ってさ、
特にさ、寝ても寝ても眠いよね。なんか一年お疲れ自分みたいな。いつ会えるかね。イベントね、やりたいんだけどな。まあでも会える時にはね、みんなが万全な状態で会いたいしね。無理して会ってもな。身長何センチっぽい？結構ね、小さめに見られることが多いんです。めいちゃんの髪の毛インナーと外分けてるんですか？ん？ここら辺だけ入れてるの。それ以外は別、普通の色ですよ。あ、ん？結構なんかみんなさ、ちゃんとついてくるの何？なんで身長当てるの？どうしてなの？180センチなわけがないでしょ。5ミリ、そりゃちっちゃい。まだお腹の中にいる頃だ私が。ちょっと大喜利みたいなの始めるのやめてもらっていい？164、3かもしれない。4ちょっと持ってるかもしれん。そんな感じ。1650ミリって165センチってこと？ん？え、違うよね。え？めっちゃちっちゃいってこと？ちょっとわかんない。身長伸びたいです。わかる。私ももうちょっと伸びるか、もうちょっとちっちゃくなりたかった。なんでだろう、絵文字ばっかり来るんだけど。お餅食べる。お餅食べたい。疲れてないよ。ゆるーくしてるだけ。え、すごい。今さ、右足を出して左足を出すと歩けるって書いてあるけどさ、ちょうど今右足出したの。だからなんで見てんのって思ったら違った。きなこ餅と醤油普通が好き。何時までやろっかな、決めてないけど適当にやめる。今日はね、寝てた。焼き芋ね、お母さん焼き芋大好きなんだよな。
なんかスーパーとかさ、なんか売ってるとこあるでしょ。ああいうとこ絶対なんか焼き芋買ってくるんだよね。数の子ね、好きだよ。なんかすっごいちっちゃい時、お兄ちゃんが数の子好きって言ってて、お兄ちゃんにちょっと大きくなってから数の子あげたら、俺嫌いだよって言われてすっごいびっくりした記憶ある。え、好きって言ってなかったみたいな。なんか嫌いだったみたい。数の子より君が好き。ありがとう。信じられないぐらい眠そうな顔してるね、私。頭の形が綺麗すぎて坊主も似合いそう。え？私頭の形いびつだよ。なんかちょっとこう欠けてる石みたいな感じな気がする。乾燥するね。乾燥しかしないぐらいするよね。うん。乾燥の対策ってこと？乾燥対策は加湿器じゃない？か濡れたタオル干すじゃない？でもさ、どうしようもないよね、もうこんだけ乾燥してたら。メイクしてる？いや、だからいつも通りインスタライブの時はもちろんちゃんとしなきゃという自覚はありますよ。自覚はありますからありますから、ちゃんと今日は珍しく軽くアイロンもかけて、私多分アイロンのかけ方が下手なんだろうね。かけた感じしないでしょ。アイロンかけてリップは塗りました、ちゃんと。だからちょっと眠そうな顔してるんですよ。キュッてアイラインとか引けばよかった。なんかかけてほしい音楽ない？眉毛って生えてる？生えてるよ。これ眉毛。なんか今ので思い出したけどさ、昔のインスタライブでさ、なんか耳動かせるかみたいなんで、耳動かせる人多かったんだよね。動かせる？耳。どこに力入ればいいんだろう。無理さ。髪の毛何本？髪の毛ね。髪の毛って平均何本なんだろうね。その年齢別でさ、21歳女性平均1000本みたいなあんのかな。でも髪の毛数える人も大変だよね。だって同じ髪の毛数えそうじゃない？どうすんだろうね、あの修正テープとか、なんかあの白いやつとかをビッビッってやってくのかな。無理だよね、無理あるよね、一本ずつは。
ねえ、1000番、ね、草って何？すごいみんな草草言うじゃん。草生えまくってるよ。どういうことなん？面白いってことでしょ？草って。その、なんでその草になったの？漢字になったの？わらが草に変わったってこと？わらから W から草になったってこと？難しいね。それでも一番最初にさ、草って考えついた人すごくない？これが草に、みんな言ってくれるじゃん。これが草に見えるからって。誰なんだろう？一番最初に。あ！水川さんだ！お元気ですか？どうして草っぽいって思ったんだろうね。いや、草っぽいけど。すごい、みんなあさみさんが来たって言ってる。俺だよって絶対違うじゃん。絶対違うよ。どうして、そういうこと考えるときりないよね。元気だらって言ってる。へへ、よかったです。全然会えてない。嬉しい。草が腐った？最上級に面白いときそうやって言うの？草が腐ったって。難しい話よ。何でも今言葉が生まれるんだから。メリークリスマスでした。晩ご飯ね、何食べればいいのかね。大草原とか言います。森とかも。え、面白すぎると？え、でもさ、急にさ、話しててさ、大草原って言われたらさ、え、どうしたのってなるんだけど、もう。それもうみんなわかるの？大草原って言ったら、あ、めっちゃ面白いってことか、ってこと？え、難しいね。でも本当に面白い時ってさ、言葉出ないじゃない。林派もいるの？森か林かで分かれてんだ。それのちょっと下が草ってこと？え、難しいね。何それ森とかってこと？大草原深い日。大草原深い日が最上級ってこと？え、難しいよ。だって、大草原深い日っていうの？林は特殊って言ってる。変な嘘やめてよ。使っちゃうから。使ってみてんだから。やめて。森か林か。竹林は絶対嘘でしょ。だって草から竹だいぶ離れてるもん。え？アマゾンが？アマゾンが一番。まあまあ確かにね。規模的にはね。規模感的に言うとそうだわ。会話では使わないと。あ、みんなその連絡で使うってこと？まあ確かに日常会話でわらわらわらって言わないもんね。大草原も聞いたことなかったな。へえ、
面白いね。なんで読んでくれないのって、なんて送ったの。滑った時はサハラ砂漠、感想的な。竹しか勝たん、そう、そのね、勝たんっていうのを、まあ、ちょっと前まで一緒にお仕事してたスタッフさんが勝たんって言うんだよねみたいな話をしててね、その勝たんっていうのに使いたいんだけど、日常会話で使いづらい、どうやって使ったらいいんだか。ピエン超えてパオンって言うじゃん、どうして、どういうことなの、どうし、なんでパオンなんだろうか。超えちゃって、超えちゃってもうピエンって言ってる状態を超えちゃってパオンになんでしょ。だってなんかちょっと元気出ちゃってるもん、パオンは。長野名しか勝たん、ありがとう。あさみさんしか勝たん、そうですよ、姉やんしか勝たんです。すっごい、すっごい全部使ってる人がいて、もう一瞬で流れてった。難しい話よ、パオンがちょっと分かんないもん。ピエン、パオン、じゃあさ、ピエンって使うようにしてんの最近。やめなって言われた、友達から。いや、パオン元気出ちゃってるでしょ、なんか、なんかな、わかんない。もう多分イメージの問題ね。あと人それぞれ、そのあれだろうけど、私からしたらパオンはちょっと元気出ちゃってる、ピエンより。そんなことないね。芸能人じゃない友達に聞いてみたら、何が？いやいや、ピエン超えてパオンは大号泣ですよ。いやいやいや、大号泣だったのもビエンぐらいだったらまだわかるけど、ビエンって違うよ、ビエンじゃなくて、あのピエンがビに変わるんだったら大号泣わかるけど、ちょっとわかりませんね。髪の毛ね、ちょこちょこ切ってるよ。30分もやったからそろそろ終わろっかな。ずっとだってもう、竹林じゃないや。あの、大草原だっけ？あれ？森と林の対決と、森林と、ピエンかパオンかの話しかもうコメントないから。スクショタイムしなくても撮ってるのは知ってるぞ。だからしないよ、もう。最初の頃はスクショタイムとかやってたけど、それしなくても、なんならしてないところを撮られてんのに気づいたんだから。うん、うん。
メイク講座は一番頼んじゃいけない人にしてる今。頼んでるよ。私メイクちゃんとできない。上手にできない。いやできるけど上手にはできない。教えられるほど上手くない。めいちゃんメイクできないよねって言われるとできるんですけどって言いたくなっちゃうんだけど、できない。ありがとうございます。皆さんにとっても2021年素敵な年になりますように。長野帰ってこないのって、長野で生まれてないわ。今リンゴジュース飲んでる。なんか長野めいに似てるねだってよく言われる。え、今日何時寝ようね。あれ？ジャンプするのは今日じゃないもんね。だから今日別に何時でもいいんじゃない？寝んの。何時に寝ようかな。多分これ終わってご飯食べてなんかしたら多分もうベッドから出ないから、気づいたら寝てるパターンですな。また寝るのって。寝るよ。だって人間だもの。ご飯何食べるか結局決まらなかったね。何食べようかな。でもこうやって食べるもの決まらないとき大体マーラータン食べてるの。ダーン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 。ラーメンね。ラーメン食べすぎてラーメンになってそう。餃子昨日食べた。年越しそばはこの前もこの話したよね。年越しそばは別に年越す時に吸ってなくていいんだよね。吸うって食べてなくていいんだよね。だからじゃあ明日そば食べる。年越しそば、新年を迎えるために食べるのかいな。マーラータンとサンラータンの違いわかんない。だってスーラータンみたいのもあるでしょ。スーラータンはオスか。サンラータンは何わかんない。
油淋鶏もあるよ。全然違うじゃん。ブサイク。じゃあさっさ終わりますね、皆さん。2020年もお世話になりました。いろんなことがあった一年でしたけど、皆さんそれぞれ頑張ったことでしょう。バーイ。私も一年間頑張ったので気持ちよく2021年を迎えたいと思います。2020年も頑張りますので見守っていてください。見守ってくれなかったらピエン。ということで皆様良いお年をお迎えください。なんか年越しの時のライブしないのみたいなあったけど、しませんので、これが最後。本当にありがとうございました。いつもこのダラダラなインスタライブに付き合ってくれて。2021年もダラダラが加速するかもしれないけど、楽しいインスタライブと楽しんでもらえるような作品などなどお届けできるように頑張りたいと思います。温かくして新年迎えてね。よいお年を。バイバイ。ありがとうございました。おやすみ。